はい、皆さんお疲れ様です。いててて、雨が。はい、あいつさんこんばんは。一箇所だけなんですけどね、ビュービュー。はい、赤のムカデです。はい、サムさんどうもね。あ、グマちゃんこんばんは。傘持ってます。今ちょっと小雨なんてね。グマちゃんこんばんは。一箇所だけで、まあ今日10時頃までね。お姉さんこんばんは。サラさんこんばんは。ピューピュー。あいにくのコンディション。雨。はい、クロさんこんばんは。はい、いらっしゃい。雨がカエルうるせえな。はい、サラさんピューピューね。うん。はい、お休みの日に昨日ちょっとできなかったんでね。一箇所だけね。はい、みゆさん、あおりさんこんばんは。はい、みゆさんすくさんね。暑いね。はい、みゆさんこんばんは。一箇所だけ1時間コースでね。今日はもうちょっと。なんでこんな大津多いの。雨降ってます。サムネムカデです。僕、武田なんで。そう、祖先が武田なんで。みゆさんこんばんは。親衛隊なんで。あやむさんこんばんは。ゆけいさんこんばんは。うさぎさんこんばんは。はい、おやすみなさいね。暑い。なんなのこの傘持ってるから。あいじさんこんばんはね。いや今ねちょっと小雨なんだけど降ってるよ。霧雨。一応傘持ってる。花さんこんばんはね。ムシムシしてる。あいじさんこんばんは。花さんこんばんは。雨降ってるよ。雲じゃないか。暑い。ニコナさんこんばんはね。高評価ありがとうございます。まあ一箇所だけね、1時間ぐらいしかできないと思うんですけどね。ちょっと楽しんでください。ちょっとね、旅行後まではね、ちょっとね、こんな感じになっちゃうと思います。あ、みーなさんお茶箱ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ん？熊鈴ないよ。ありがとうございます、お茶箱ね。すいません、どうも。はい、サムさんこんばんはね。暑いな、外も。サムさんこんばんは。暑い。ジメジメする。雨降ったのになんで。はい、サムさんこんばんはね。はい、ありがとうございます。はい、ビューさんもどうもありがとうございますね。昨日もちょっとね、急遽川崎行っちゃったんでね、帰ったのもう9時半とかだったんでね。もう疲れちゃって寝ました。僕入って。ああ、降ってきやがった。びっしょびしょだ。そう。腕もちょっと痛いけどね。そう、一日ね、なんか降ったりやんだりでね、また降ってきちゃったんで、この時間に。そう、暑かった、寒かったね。ほんとやだよね、もう。今もうクーラー入れてるよ、もう。家の中も。そう、乾かないし洗濯物ね。忙しいです、もう本当に。旅行行くから荷物をね、この間のお土産とかあったから持ってったの。荷物あんま持っていけなくなっちゃうから、詰めなくなっちゃうから急遽ね。そう、あめけさん作ったのにね。いらっしゃい。あ、いて、背骨痛めた。女性で言って、女性ね、電気代かかるからね、あんま言いたくないんだけど、入れないと乾かないんだよね。電気代いきなり半分になったからね、削減したら。入れてないの？嘘でしょ。もうね、とりあえず今日はこっちにしましたけど、もうずっと雨なんだよね。だからしばらくちょっと1時間ぐらいしかできないかもね。今週はね、まあ、次もね、まあ、次やれるとしたら火曜日かな。あさって、一箇所で。あ、月曜日。配信してますよ。土曜日やろうかと思ってできなかったんで。あ、いかさんこんばんはね。クーラー使ってないのすごいな。そう、うらやましい。してた。やんねえと思ったでしょ今日は。余裕ぶちこいてたでしょ。これ3連チャンやんねえなと思ったでしょ今日。今2連チャン、2日ぶりですからね。あ、いすえさんこんばんはね。いらっしゃいね。音すごいとこ。そう、ここ雨上がりの
てかまだ降ってるけど、ほらまだ降ってる、ほらね、うん、まだ降ってます若干。だから雨降ったからちょっとね、下がるかなと、下がんねえ。もうなんかね、すげえ暑い。そう、よくブイヤバさんのサムネ分かりましたね、ムカデって。それあれ、これ武田家のムカデですよ。そう、ムカデです、ムカデですよ、強い武田君。あれ、これ本物があるの知ってた？本物あるの、残ってるんだよね。 薄くなってるけど、インジーが。うん、そう、9時までやんなかったらギリギリだったねうん、そう、これ結構降ってたところもう浸水するよね。うん、ムカデにしか見えなかった。うまいでしょ、ムカデ。そうそう、人は石垣言ってたでしょ。人は城、人は情けは無用、裏切りは容赦なくはい、お茶爆決断ありがとうございますなそんな感じなかったっけ。早きこと風のごとくってなんか言ってたでしょ。風林火山って、これからだんだん逆、あの、あれなんでね、弱小してくるんでね。はい、ありがとうございます。どうもね、お茶爆ありがとうございます。暑い、傘持ってんの今、一応ね、一応傘持って、ちょっとさ、引っ掛けとこ、表に傘が。暑いな、これ。なんでこれ、動くだけで汗かくよ。いや、これ、これ絶対蚊に食われるパターンじゃん。虫よけやってねえや。そう、そう、裏切りは要素なく。あ、来た来た来た。ガン。暑いね。こいつトンネルだと涼しいかなと思うんだけど。あ、なんか背骨がなんか今やったかな、なんか痛い、今なんか右の背骨やったくさい、なんか痛い、あ、こ涼しいわ、ちょっと若干。あ、なんか電波悪いぞ、なんで。雨だとダメ、やっぱり雨ダメなのか、なんか、なんか今言わなかった、キャー、うん、今日やんねえと思ったでしょ、だってみんな予想通り今日は3回、あ、珍しく3日やってないなと思ったでしょ。一瞬電波悪かったでしょ。はい、春さんこんばんはね、いらっしゃいね、どうもありがとうございますうん、多分みんなに、ね、今日はやんないと思ってる。これ逃した人はね、運が悪いと思ってください。長袖着てるよ、蚊に食われたくないから。はい、クリスのこんばんは。そうでしょ、みんなやんねえなと思ったでしょ。明日はまあ雑談やるなと思ったでしょそう、予定ではね、今のところね、水曜日はもう死んでやらないで、木曜日は何もやらないんで、金バスが早いんでね、で金曜日は向こうで夜ね雑談機材持っていけないんで、積めないんで車やらないと思ったでしょ。大河ドラマ見てすぐ来ましたからちょっとしてから、そう、あ、タイガーは途中で行ったんだ。もうあの録画撮ってるから別にいいやと思って。そう、暑い、休みと思ったでしょ。誰にも言ってないもん、やるって。そう、言ってないもん、誰にも言ってないもん。これがゲリラなんですよ。まあ一応火曜日今度やるとしたら1箇所ぐらいでいいしね。そう、また1時間ぐらいしかできないんだけど、来週はそ、あ、こんなもんかな、1回ぐらいしかできないかな。戦いまで見てねえな、だからもうそれで行っちゃったんだよね、移動してきちゃった、まあ、だからちょっとだけ見た、10分ぐらい。そうで、車でも見れるから。そう、あ、降ってきやがった雨、舐めてんの、うん、本物の二級式ゲリラです。はい、チャーさんこんばんはね、ビヨヨね。腕はね、だいぶ良くなったんだけどね、やっぱりこんな感じ、ここで押さえてないとダメかな、まだ痛い。ちょっと土曜日接骨院キャンセルしたからね、行けなかったから、
だ木曜日は行ってない、金土日でしょ、3日間行ってないから結構ね、そう張ってきちゃう。暑い、ダメだこれ。これ扇風機ないとダメだこれ。もう何なのこの湿度、高すぎるっていうの本当に辛い。自分はギリってます。成長剤飲んだのに、成長剤飲もう。やっぱちょっと降ってんな。でもやむ予定なんだけどな、1時間ぐらいは。はいね、辛いね。うん、電車走ってこない、さっき走ってきた電車、東明さんね。うん、はい、ブルーザーの佃煮ね、こんばんは、お疲れ様ね。アイス食べる、アイス食べないよ。そう、もう昨日疲れちゃったんだもん。そう、もうなんか急遽ね、あの持ってったから、どうしても荷物がね金曜日に積めないから、そう、もう帰ってたらもう疲れちゃった昨日。うん、そう、今ね後ろのね、あのベルトのところ引っ掛けてるからさ。まあそこまでは俺濡れるほどじゃないから、今霧雨ぐらいだから、もう家帰ったらシャワー浴びるから。また電車走ってくるけど、今さっき走ってたから当分走ってこないんじゃない、単線だから。そこがあのよく音が鳴るところね、雨の日も鳴るんだよね多分ね。ここ人通りあるよ、来るチャリンコとか通るよ、よく。まあでも今日日曜日だからどうかな、そんなに。うん、歩いてない、歩いてるよ、歩いてるよ、誰か歩いてない、あれ歩いてなかった今、歩いてるよ、あれお化け、音するよ、歩いてるよ、チャリンコ歩いてるよね、いや歩いてるよやっぱり。うん、はい、またさんこんばんは、お疲れ様ね。はい、いらっしゃい。今日1時間だけですね、ゲリラ的な感じで。そう、暑いマジで、暑くない、なんかすごいよ、蒸すよ、ジメジメしちゃって。ほんとこれ湿度 90% あんな、これ95% ぐらいあるな。暑い暑い、やばすぎだな、暑いな。はい、ケイさん、ケイコさんこんばんはね。え、暑い暑い、撮ったら相沢さんだったよ。誰か歩いてくるよと思ったら相沢さんじゃん。うん、暑くないですか。暑いね。来たんですか。やってるから、もうでも 1時間帰っちゃいますよ、もうもう疲れてるから。帰り渡したいものがあったから、うん、あ、なかったんですか。うん、まあ、ミニカー探してください。あ、俺の、あ、あれあったんですか。あ、すいません、あれありがとうございますね。暑いですよね、相沢さんだって。だってこの時間で歩くわけねえもんなと思って、どんどん歩くのかなって。これね、これするとね、意外と抑え込む。いや、こっちが悪いみたいです。こっちが、うん、こっちをね、1個やったらだいぶこっち負担が減ったから、うん、ここのとこ痛めてるんですね、使いすぎなんです、こ こういうので、まあ、これでね、うん、これで折ってでしょ、うん、熱々、相沢さんだったよね、熱いですよね、熱いマジで。ちょっと明日、でもあれでも明日病院は行かないからいいけど、もう来週だよ、だから来週も大変なんですよ、月帰ってきて月かが病院、うん、最悪な、もう疲れちゃって、もう。そう、お疲れ様ね。お疲れ様。そうだ、もうだからずっと雨だから、もうね1時間ぐらいしかできないなと思って、次も雨だったら海老名かあっちだなと。そうで、火曜日ぐらいしかできないんですよね。水曜日だと木曜日の日は早く寝たいから、金曜日が朝早いんですよね、出かけるから、もう泊まりがけで、で機材持っていけないから、山梨でできないから、フル乗車だから積めないんですよね、車に積んじゃったら。もうあ、こんなの持ってったらもう詰めなくなっちゃう。そうね、本当に暑いね、本当に。どうです皆さん、余計雨降ってるからもうジメジメしちゃった。
だからね、今日でも止むかなと思ったんですよ夜。したらまた降ってきやがって、タイミングよく。そう、それでも多分1時間ぐらい、1、2時間は降らないんですよ、うん、で、また来るんだよね、また来るんだ、雨雲、そう、また雨雲来てる。そうね、そんな感じです。暑いよね、昨日やると思ったんですよ、だって昨日ちょっと予定入ってたからね、もう全然ツイッターとかも見てて暇なかった。もう急遽ね、そう、川崎行ってきて、もう大変だと思う、疲れ切ってた。で、帰ったらもう9時過ぎだからもう。疲れちゃうよ。そう、8時15分ぐらいだったからな。でも空いてたんですけどね、インターはね。はい。道は空いてたけど。道は空いてたの。そう。疲れるね。ね。旅行してもね、疲れる旅行なんで。疲れんだよ、これ。そう。子供たちは疲れんで、俺ともう一人は年寄りだからみんなね、うん、そう、みんな年寄りだから大変なんだよ、面倒見なきゃ、もう最後だから、だから連れていかなきゃいけない。そう、楽しみにしてるっていうからね、大変だよ本当に。ガスに上がったでしょ、また、うん、でも今日朝入れたもん。あ、また来週上がるんじゃないガソリン。うん、思わなかったブルーズさん。そうでしょ、だって言ってないもん俺。やんないと思ったでしょ、今日3日間休みかなと思ったでしょ、あれ珍しいなと思ったでしょ、だからそこを狙ってたのそうで、ちょっとね来たの、ちょっとだけね、1箇所だけ。明日はどこから出かけないから、そうで、火曜日が大変なんで、火曜日ちょっと接骨院行った後にやるから夜ね。で、水曜日また俺ケアマネとかが来るから、もう会議とか朝あるから、もう大変なんで。そう、忙しいの本当にね、意外と。向こうの方が涼しいですね。向こう行きましょう。あれでもこの辺の方が涼しいかな。で、これ蚊がもう刺すよ、これ。この暑さだったら、あのライト当てたらやばい。ライト当てたらやばい。寄ってくる。うん。刺すね、これ。ブーブーって。はい、春さん、スパチャありがとうございます。どうもね。はい。ありがとうございます。なんかまた変な文字が出たな。大丈夫。あー、なんかダメです、 YouTube 変ないじくりすぎなんですよ、海外はね。そうそう、なんかいじくりすぎなんだよね、うん、でも大丈夫だけど、もう治ったと思うけど、スパチャするとなんかね、こう下に出てたの、こう文字が、こんなの、ほら、あー、本当だね、前なかったもんな、うん、そう、ありがとうございます。ともね、暑いな、もう喋んないで、そのまま置いといていいちょっとあとこう30分ぐらい停電で、ちょっと観察してて喋ると暑くて、あ、この辺が涼しいか。でも中入ると電波悪かったんだよね、今日中入ると。こっちが涼しい。涼しいでしょ、ヒヤッとする。こっちはそうでもない。ああ、そうですね、なんか冷凍あんのかな。冷凍だね。ああ、もう汗すごいよ、もう汗びしょびしょだよ、もう。はい、カレーナーつくだりね、うん、そう、もう、手て汗だくだよ、もう。そう。ちょっとやっとけないんでね、と思って。でも一応今週2回やったからね。ね、知ってます？一応今週月曜と日曜日やってますからね。ね、日曜、2回。あきよさん、こんばんはね。2回やりましたから、一応少ないですけどね。短時間だけど、ごめんなさい、ほんとね。できなくて、ちょっと予定がいっぱい入っちゃってて。そう。そう、一応今度火曜日の予定で、来週は1回だけかなって、その次がまあ一応水道かな、まあ、天気次第だけどね、ずっと見てると天気良くないからダメかな、あんまりね。鎌倉土砂崩れだってよ、鎌倉とかも結構土砂崩れすごかったみたいです、この間。あ、この間ね。うん、アニアさん、こんばんはね、お疲れ様ね。そう、今日は1箇所だけね、1時間ぐらいしかできないんだけど、少し楽しんでおいてください。暇なの。来たよ。誰？チャリンコ？うん。そう。鎌倉とかね、三浦とか。あ、ともちゃん、こんばんはね。ここね、あの、形状跡なんですよ。あの、江戸時代の旗本の領地だったのね。で、旗本のね、
処刑場跡地だったんですよ。うん、あ、電波ダメだ、この中電波不足になった。雨降るとダメなんだな、電波ここ。そうよ、雨降ってない時は大丈夫なんですけどね、濡れるとダメなんだね。アイバイさんこんばんはね、いらっしゃいね。あ、この辺涼しい、涼しいな。うん、はい、どうもね。で、結構ね、ここね、何回かやってると音するんで、こっち側、こっち側のパターンだよね。そう、音するの、ドーンとか、この辺で、上で、上からこの上から、ドーンってものすごい音するの、誰もいないのに。前回も行った時に、まあ、つい最近だけど、音してたんです ね、 うん、結構音するのよ。音系だね、ここね、音系。うん、はそう、はっきり聞こえる。すごい、いきなり来るからちょうどこの辺りじゃない、多分この辺りぐらいです。ドーンとか言って、なんかいきなり傘こう刺してるんですよ、後ろに。してた、してた、傘刺してる。そう、だから一応降ってたんですよ、僕の時。そう、あの、そう、最初、始まった時、降ってたよ。いや、今も降ってるんですよ、ちょっと少しあるから、うん、もうだって髪の毛びちょびちょだもん、だって俺もうオールバックになっちゃってますもん、汗で。もう暑いんだよ、本当に。そう、ドーンとね。で、これなんか不思議なんだよね、ここね。で、なんかね、この辺り昔は貝塚もあったし、なんかいろいろあんだよね。うん、そこあたりがそうだったからね。お寺があったみたいです。うん、そこのね、高校のところのとこ、お寺とかあるんです。だから、お墓の跡とか。なんか、灰寺、灰寺なんだ。遺跡がまだ発掘してるでしょ。うん、だからそれの横がお寺だったらしいですよ。それで、なんか、あの、灰寺なんて。風邪ね、ひかないようにね、そう、荒れてますね。そう、牛がいるなって泣いてるよ。蒸し暑い。これほんと1時間も結構きついよね。これあのね、クーラント入れないとダメだよ、あの、わかる？クーリングしないと。そう、前買ったんだよな、クーリングとか。俺こう、そう、ま、あのクーリングして冷やすんですよ。そうするとちょっと違うんですよね、あの首の首冷やすと違うんだよ。そうそう、だいぶね、うん、もうこれからその時期だね、そろそろ。うん、また充電してこなし。そう、はい、お疲れ様ね。そんな感じでございますね。暑いな、本当に。急に来るからね、これ分かんないんだよ。来ない時もあるしね、分かんないね、こればっかは。怪奇現象はね。そう、いや、真冬はね、着ればいいんだけど、真夏はね、その暑さを対策しないの。あ、来やがった、バイクだ、車？車？バイクだな。よく来んな。暑い。そう、暑いなぁ。ん？ピザ、ピザ頼んだんだ、誰か。ピザ高くて食べないよな。だってあれ2000円ぐらいするんでしょ、最低1500円からでしょ、頼まれ、食べれんの。そう、高くね、ピザ1500円だよね。え、そう思ったけど、一人そんなちょっと1個だけで1500円でしょ、まあ、2000円ぐらいするよね。そんな2000円のピザだったら、300円ぐらいのピザでいいじゃんねえけど。ダメ、今日食べたけど。確かにあっちの方が美味しいかもしれないけど。あれ降ってきやがった、パスパス来た。あー、結構降ってきたな。ああ、終了かも。あそこ電波悪いんだよな。あ、ね。なんで、やむんじゃないの。降ってきやがった。あ、来た来た。うん。ちょっと降ってきて、ちょっと避難しなきゃやめるかも、あそこに。うん。ピザ作るの？あっち。そう。うちも今日ピザ。ピザ。ピザ。300円。そう、俺もそうでしたよ、あの朝。3枚ってね、しかも今日買うの忘れちゃってね、もうしょうがないから夜は冷凍のやつを食べましたよ、飯を。もう遅くて買いに行くの忘れちゃって、もういいやと思って。そう、あ、店頭受け取りだとね、だから配送料が高いんでしょう、多分ね、おそらくね。雨降ってきやがったよ。うん、降ってきたね。ほら、レーザーポイントが光ってるよ、ほら、すごいでしょ。そうでしょ、結構行くでしょ、レーザーポイント。ピーって。
狙った獲物は逃さない。ほら。ね。あ、降ってきたな。ちょっとこっち引きなしましょう。あ、電波悪くなっちゃう。あ、ボリュームが違うの。でも高いからね、あれは頼まないな。一人でお腹いっぱいになっちゃう。あー、でも電波悪いな、ここ。ちょっと悪いかも。高い、一人で頼む。そう、電波悪いね。で、雨降ってきちゃったからね、電波ダメだな。降ってきやがったよ、もうして。どこだ。はい、イランさんこんばんはね、お疲れ様ね。大丈夫、電波なんかギリギリなんだよね、今2本ぐらい降ってるよね。入ると電波悪いんだよな、なんかしんけど、この辺まで悪いな。あ、降ってるわ。当たるもん、大粒が。大丈夫。いや、多分おそらく止まるよ。向こう側だとどうなんだろう。向こう側の雨降ってきちゃったの、すごい。多分ダメでしょう。濡れちゃうんだよね。あ、向こう側なら大丈夫かな。そこにちょっと屋根あるから、ほら、ここ、うん、こっちなら電波いい。あ、うさん、こんばんはね、いらっしゃいね。あ、この方がヒヤッとするわ。あ、これいいや、待機像、うん、これだと電波いいやね。そう、だからしょうがないんだよね。で、雨降っちゃうと電波悪くなっちゃうのよ、気温はね。回線ってね、みんなそうなの。なんか雨の日は弱いんだよね。うまくなんか引っかかっちゃうんじゃないかな、反響しちゃって。そう、雨なんですよ、もう。腕ダメですね。腕こんな感じ。わかります？二重にしてます。二重、ほら。で、ここで押さえて、なんとか。うん。ちょっとこれ置いとくか。大丈夫です。あ、いじいじ。ちょっと手点で。あっちだと電波悪いんだよな、あそこだけ。今まで割れてる時は大丈夫なのに、多分ね、このね、あれなんじゃないですか、周波が途切れちゃうんじゃないですか、多分。雨の影響で多分、電波的に。おそらく。ちょっと定点で。上は水路でしょ。そう。あ、でもね、いつもは雨の日じゃなかったと全然入れないんですよ。そこ止まってても大丈夫なんですけど、雨降るとどこもそうなんですけど、弱くなるんですよ、やっぱ電波が。線路が鉄だから、うん、雨に濡れて、いや、電波がね、違うんですよ、多分。おそらくね、トンネル系はね、みんなそうなんですけど、うん、雨の時遮断されちゃうんですよ、なんか、うん、もしかしたら雨の時は弱くしてんじゃねえかな、電波、うん、見るとね、なんか晴れの日の電波とね、ちょっと違うんだよね、雨の日だから、なんかあの、ひよがないんじゃないですか、なんかこう、うん、雨が降っちゃってて、こう、半当たっちゃって、多分電波は、うん、なんかそういう不都合感じなんだ、おそらくね。しかし暑いよ、これ家帰ったらすぐ風呂だよ、うん、蒸し風呂だね、これね、うん、ダメだ、これ20度あるともう最悪だね湿度がね 80% ぐらいだと。サラサラこんばんはね、お疲れ様ね。はい、お風呂出てきたらライブしました。はい、そうなんですよ、今日1箇所だけですけどね、1時間だけなんですけど、そう、今週はね、1時間しかできないのが多いね。ちょっともうあんまできないんだよね。今22度だ。そう。暑いですよ。湿度が高い。そう。だからもう雨で、雨っていう感じだから、もう晴れの日がないから。そう。うん、今雨降ってきちゃったの、また。だからこういう系しかないんだよね、行くとしたら。そう、雨が止んだり降ったり、止んだり降ったりだから、中途半端だから、もう外でできないよ。だからもうこういうトンネル系で逃げるしかない、電波がちょっとあるところで。うん、でも今、雨雲ないんだよね。そう、ないんだけど降るんですよね、そう。ほんと？いてくれ、何？モデ欲しいな。モデはちょっとなかなかね。無理ですね、無理ですね。知らない人、初めてっぽいから無理です。まあでも来ない人でモデやってる人、もう1ヶ月に1回とか言っちゃダメですよ。1回だけコメントしただけでは。
もうそれが多分2ヶ月続いたらもうモデ取っちゃうから、そう機能してないから、そう機能するためにモデだから。はい、こんばんは、徳さんね、いらっしゃいね。そうそう、モデ上げるわけないじゃん、そう簡単に。だからだんだん来ないとモデがなくなっちゃうよと、西川さんでコメントした。でもコメントしててもあのね、やっぱ信頼問題があるから、モデはなかなかね。はい、泉さんこんばんは。そう権限持ってかれちゃう、持ってきるからね。そうモデはなかなかできないと思ってます。雨の中です、今日。そうはい、つくだにね、泉さんこんばんは、あかねさんこんばんはね。そう今日は一箇所あと30分ぐらいで終わっちゃいます。そう雨降っております、今定点観察中。一日雨でしょ、さっき止んでたんだよ、夕方止んでたんだよ、ちょっとで6時頃からまた降り合わせやがって。そうなんで電波悪いの、あれ、なんかおかしい、なんか電波悪いんだよ、ここで電波悪いんだって。なんかツイキャスおかしいよね、電波が。はい、サジナさんどうもね、おちょぼくありがとうございます。どうも、車来たね、ありがとうございます。電波がね、薄いんだよね、雨降ってる、あ、降ってるな、やっぱ降ってる。おちょぼくありがとうございます。どうもね、スパナはだと上げないよ、そう簡単に。そう、移動しました。はい、ありがとうございますね。雨降ってんで、ちょっとね、少し。はい、ありがとう、アルさんね。やつえ。いや、降ってるよ。ほら。ほら。ね。降ってるでしょ。でも、電波悪くなっちゃう。なんで悪くなんだろう。この辺でいいか、この辺でいいか、反響車、あ、コインバッグありがとうね、おなかさん、どうも。暑いと、台風は下の方行ってんじゃない。そうちょっとやったんでしょ、なんかね、ダメだね、雨はもうしょうがないよね、もうね。だからこういうとこじゃないとできないよね、やっぱなかなかね、ないからね、トンネルも全部が全部ある、電波ないからね、やっぱ、なかなか難しいよね。そう、なかなか難しい。暑い、もう動くとね、暑い、汗が暗記者、汗がね、なんなのこの今、多分湿度 90% ぐらいあるですよ、これ湿度が高い、多分は高いと思いますよ、これ絶対90ぐらいあるよ、これ家の方が涼しいもん、クーラー入れてるからでも28度にしたんですよ、したらやっぱちょっと暑いですね、27にしたんですよ、最初、でちょっと寒いから28にしたらちょっと暑いな、やっぱり難しいんだよな、27.5 っていうのもないからそう、僕ないんですよね、そう、だからもう汗かいちゃう、すごく。で、しかもさっきは暑いな、本当にどうしたらいいの、この暑さ。風がねえんだよ、こういう時に限って風がね、そう、こういうの言ってます。秋がね、そう、夏はもっと暑いよね、多分。でも一番梅雨時が暑いんじゃないかな、多分この時期が、おそらく梅雨時期が一番暑い、多分じとっとした暑い、ね、こっち側の方が電波あるの、こっち側の方が電波切れるの、なんか中腰痛くなる、足が痛くなる、硬いんだよな、この足、
暑いよ。誰か会見所起きないんだけど起きないんだけど、向こう側なんだよね、こっちが起きないんだよね、あんまりな。あ、落ちちゃった。向こうの、左側のところで、なんか動いてるんだよね。なんか動いてる、なんか変な声聞こえた。雨降るんですよ、雨。あ、あれ、はい、また来たぞ。なんて来るの、日曜日だから寝ろ早く、明日仕事だろう。何で言うの、みんな車邪魔なんだよね。雨やんだ、どう、降ってるわ。アリエさんこんばんは、ねえでしたね。暑い、雨がね、ほら、わかる？降ってんの。暑くてね、そう、困った。アリージョこんばんはね、はい、ありがとう、お疲れ様ね。いやー、もうだから今日おまけですよ、だからおまけ的に。ちょっとね、あんまできない、長くはできないけどね。もうこんな天気だし、なんかね。ここはって。ここは雨でも大丈夫か。いや、まだそう弱かったんで、強かったら向こうにしようと思ったんですよ。向こうに。向こうだったらとりあえずそんな濡れないし、ね、そう。え？なんか音したね。なんか音してない？今喋れなかった？おい、誰かいる？なんだ？上でなんか宇宙人みたいな声したぞ今。上でボコンとこれ。え？変な宇宙人みたいな声聞こえてる今。アリーちゃんのどうもね。あれ？今声したよね。何今の声？何？いるの？やっぱここ。え？また声してるよ。なんか言ってるよ上に。だって上、これ行けないよ。これ上行けないよこれ。はい、どうもねえねちゃんね、あるとね。行けないよこれ。なんなんだ。言ってるよ、なん、トントンって。お化けいいんじゃねえの。いや、お化けだと思う、多分。あの、処刑された人のね、あ、ここに止めがあるとね。聞こえた。雨、ちょっとこ降ってる。トントンとか。上が、上はない、道路じゃない、畑っていうかね。行けないんで、こっち側からは。で、多分、絶対行かないと思うよ、この時間は。そういうとこじゃないから、人が歩くとこじゃないんだよ上は。本当に畑っていうかね、なんかもうその調整地みたいな感じだから入れないんだよ、入れないの。はい、コンティニューからやるとね。ヒヌニトン牧野さんもどうもね。なんか上から喋ってんだよね。雨やとかそこまで降ってないんだよ今。降ってるけどちょっと霧雨的、ほら、心がいつも雨。もうね、疲れ切ってるからね。そう、僕もね、月曜日やったっきりやってなかったからどうしようかなと思ったんだけど、もう今日しかねえよなと思って、来週もちょっとあんまり行けないからなと思って。そう、だから1か所ぐらいしかできないんで、火曜日に1か所できるチャンスがあって、でも雨なんだよもうずっと雨なのよ来週もね。で、週末はちょっとね、金曜土曜ってこれ行っちゃうから行けないじゃんね。日曜日思ったら無理じゃん多分。はい、こんばんは、お疲れ様ね。そう、そう、雨でも 30% だもんな。地震あったの？
地震は、でも地震はもう日本どこでもあるからね、もうしょうがないよなこれな。うん、だから地震でも俺ら マグニチュード8とかだったら分かるけど、もう5とかだったらもう今そこら中あるじゃん。うん、だもういやしょうがないんだよ、地震列島だから気をつけないとね。うん、そうだ、6強とかなっちゃったらちょっとやばいと思うけどね。向こう行ってみると、ちょっと涼んでこっか。うん、そうもう逃げるんだよ、海の人はもうすぐ逃げるの。うん、でかい人来たら逃げないと、何分後には来るからね津波が。それが第二次ね。あの荒木さんも遅れました、すいませんね、あの言えなくてね、内緒にしてたなんて。一箇所だけなんですけどね、あと19分ぐらいなんですけど残り。うん、5だった、5着ぐらいだったらこっちもこの間あったじゃん。うん、だから多分そんぐらいだったら多分そんなに多分相当古い50年前ぐらいの家とか60年前ぐらいの家だったら分かんないけど、うん、あのよくあるじゃん、掘ったて小屋みたいなあの木の家とか、あれだったら崩れちゃうかもしれないけど。うん、あ涼しい、こっち今涼しくなってる、こんな感じだもん、ほらこんな誰も行かねえだろ、ほらこんな誰も行けねえじゃん、どうやって行くのこれ、行けないでしょ、こんなとこだから。あー虫いる、虫いる、危ない、これ蚊がいる、いっぱい。でかい、うん、ね、こういう感じなんで誰も行かないんでね、人はいないはずなんですよ、入れないんですよ。うんうん、歌聞いてたら気づかなかった、あ危なかったね、ラケさん見れない状態で終わった、終わる状態だったね。うん、そうそう、明日もあるからね、ちょっとね。うん、蚊がすごい今20度あるから以上で、ジメジメするから刺してくるからこいつら、うん、いや今度はアルコールかけてやると思ってんだ、蚊絶対死ぬと思うんだ。うん、いや、かけてみようか絶対死ぬと思うよ、多分虫除けじゃダメだけど、このエタノールかけたら死ぬよ、絶対死ぬと思う。うん、蚊なんか一発だよ、多分一発だよ、純度 80% 以上だからね。いやもう殺してあげるよ、しょうがないから、罰、血を吸った刑、うん、死刑そう、多分ね、動物系はみんなやったらやばいと思う、アルコールは。うん、うん、やらないと思ったでしょ、そう、うん、今日まあでも1箇所だけなんでね、そう1時間ぐらいしかできないんで、そう、うん、そう海はね早いからね、一瞬で来るからね。そう、ここだって俺川があるじゃん、これ海につながってるから、逆流するからね。でも結構あるからね、距離的にはここまでは、ね、だからここまで来る時にはちょっとこうちょっとだけだと思うけど、ここは結構距離あるからね、海まではまだあるもんね、距離結構、まあるね、うん、7キロぐらいか8キロぐらいあるからね、7、8キロある、うん、そう簡単に来ないと思うけど、だちょっと水面は上がるかもね、うん、はい、雨の中ね、うん、いや血吸うよ、今のこの時期だったらもう暑いもんだって、あれムシムシしてる時がもうあの吸うよ、だから吸ったらあのあれじゃん、アルコールかけたら死ぬでしょそれであの火炎放射器ライターでシュッて、うん、あのもうそのまま火葬までできるから、 一瞬ね、一石二鳥ってやつでしょ、うん、さよならって生きたまま火葬あの火炎放射器だから五右衛門風呂みたいな感じだよね。うん、そう、蚊に刺された、ライト当てなかったら寄ってこないんだけど、いたもん今、もうこれ刺すよ、うんうんうん、ね、そう、うん、そう、蚊刺された、虫除けやんなきゃからだよ、虫除けやったのいいよ。うん、こっち来るとね、あんまね何もないんだよね、
やっぱ向こう側なんだよ。なんか、うん、部屋で管理されたぞ。じゃあ無宗教やった方がいいよもう。うん。俺ダニに刺されたからな。またいたからな。今ダニの巣やったらもう全然いないです。大丈夫、刺されない。あのバーブみたいなのあるじゃないですか。あれ効くんですよ。多分かゆかったから多分ダニいたんだなと思って見えなかったんですけど、あれやったらもう全然刺されないです。あれが一番効きますね。うん、いや、蚊は前でただ逃げるだけで死なないから蚊がね、一緒なのよ。嫌がるかもしれないけどまた寄ってくるから。うん、はい、お願いしますね。だからやっぱりもうこれ火炎おしゃきじゃない、もうアルコールスプレーが一番効くんじゃないかも。うん、だから草むらにかけてみたらどう、アルコール。うん、いやでも寄ってきたらね、田んぼとかだと寄ってくるじゃん。そしたらこう寄ってきた瞬間にスプレーかければいいじゃん。でどういう反応するか蚊が多分嫌がると思うよ。うん、蚊取り線香じゃこの辺りじゃ外じゃ効かないだろうね。うん、そうね、パープル、そう。まあ、とりあえず蜘蛛は聞いたよ、アルコールで。蜘蛛死にましたもん。死んだ死んだ死んだ。5秒でも5秒ぐらい生きる。5、6秒生きますよ。うん、動きが鈍ってきて、あ、これ死んでんなと思って。うん、いやいや、あれですよ、俺の方に向けてく、やってきたんですよ、ピュッて。頭がしょ、ピュッ、ね、逃げたんですよ、逃がさねえ、ピュッピュッピュッて。そうで、とどめさせてやった。うん、この野郎雲やりやがってよと思って、うん、そう、野生だからしょうがない、生きるか生きないよ。あ、降ってるな、やっぱこっち側の方降ってんの。なんでこっち側の方降ってんの。逃がさないよ、というもんじゃなくて雲やられたんだ、雲の巣やられたんだもん。ムカつくでしょ、いきなり吹いてきたの、プワーってこう、あのシュって、そう、頭の人からシューでもあれ落とした。うん、そう、多分アルコールだと効くと思うけどね、多分効くと思うけどね、多分分かんないけどね、多分効くと思うよ。今までの傾向見てたら大体効いてるね、蜂も効いてるから。うん、あ、スパチャありがとうございます、どうも。ラッキーさん、スパチャありがとうございます、すいませんね。はい、ありがとうね、どうもね、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。腕がちょっと痛かった、今右腕が。いつもすいません、ありがとうございます、どうもね。うん、大丈夫。こっちの方が暑いな、向こうの方が涼しい、なんかしね、こっちのジメジメする。うん、でも音がするのこっち側。うん、ここの上なんですよね。この上なんかあるんだ、やっぱりなんか。はい、徳野さんこんばんはね、いらっしゃいね。なんなんだろうね。なんかでもね、女の人が喋ってるよ、うんとかそういうの聞こえるんだよね。うん、うんってなんか話を聞いてるような。返事してるよ、ね、そう、なんか返事、なんかね、静かになるとね、うん、うんってなんか聞こえるんだよ、なんか錯覚かなと思うんだけど、聞こえてんだよね。うん、うん、あっち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 。うん、部屋ジメジメするよ、本当に。もう暑い。うん、うん、お化けね、そう。声、ほら、なんか言って、今これ牛がいるじゃん。うん、そう。なんかね。うん、そう。なんかでもいそうだけどね。うん。いいな、本当に。
そう、牛ガエルかな、牛ガエルがうーって言うのかな、うーんうーって、そう、いやなんか暑いね本当に。はい、あやこさんこんばんはね。雨がね本当に嫌だね、もう梅雨は。そう、はいこんばんは、どうも。カエル鳴いてるよ、ギキ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 、そう、そこら中にいるよカエル。うるせんだまたこのカエルがね。そう、ちっちゃいんだよ、あれちっちゃいカエルなんだよ、うん、雨が降ったら余計で、そうで余計泣き泣きよ、もう喜んじゃうね、水に入ってこうなんか餌食べるんでしょ多分あれ、そう多分、うん、そうアマガエル、うん、今んとこ落としないな、よいしょ、あー待て待て、しかし暑いな、動くと暑い、汗ひかないよもう、汗びっしょりじゃん、そうもう汗びっしょびしょ、うん、お腹の調子悪いし、なんか今お腹が調子悪い、成長剤だな、成長剤飲まなきゃ後で、はい、パンさんこんばんはね、出ないんですよ、また教えて、今日もうちょっとら終わっちゃうんでね、そういう今日雨降ってるからね、そう今日一箇所だけなんで、そうさっきね変な声聞こえたんだけどね、今静か、うん、今静か、今静か、あとねここラップ音がするんだよね、ドーンってなんか、そうドスーンとかね、そう上からいるんで、上から降ってくる、こうやって前もあったんで上からバーンってなんか落としたんです、すごいでかい音、昔何なんだろう、うん、そう、いつ来たんね、うん、そうしゃがんでんのもね疲れんだ、足が足が疲れんの、足が疲れんの、なんかしねえけど、ここに入れといて、はい、そうだこんばんはね、いらっしゃいね、そうなんかね座ってるとね足がしびれるんだよ、なんかそう変な体勢だから、うん、お腹調子がなんかね張ってんだよね、そう、うん、はい、またねこの辺になってんだよね音が、お腹の調子がなんか今ガスが出ればいいんだけど、腹減ってんのかな、食べたの5時半ぐらいだったからな今日ちょっと早かったんで食べたの、うん、でもねいつ今日朝ね7時に起きたんだよ、そう寝たの12時頃で、そんなに寝てないんだよ、だからお昼寝ちょっと10分ぐらいしたけど意外とねやることいっぱいあるんだよ、はい、田さんこんばんはね、そう、うん、強盗時間あった、処刑場跡、そうちょうどやった時がね雨降ってきちゃってて、今ちょっと止んでるんだけど、また降るよ、降ったり止んだり降ったり止んだり繰り返しなんです、ずっと、だからまあ降ったらあっちに逃げてっていう感じなんだよね、ここだと、で一応まあっちの奥の方行けばちょっと電波あるから、まだ、うん、雨宿りはできるかなって、うん、そんな感じなんですね、向こう側行ってみますか、うん、静かっぽいし、ほとんど寝てない、それじゃ警察さんがいけないんじゃないの、寝てないっていうのは警察さんがいけないでしょ寝れないって何なんかしてたんでしょ、だって考え事してたから寝れないんでしょね、そう目つぶってそのまま何もしないで無言になって寝なさいっていうのじゃあ寝れるって、そうそれそういうの不眠症っていうのよ考え事してるから寝られないんだよ、
こんな感じ。そうね、考え事しないようにね、うん、大変です。そう、うん、そう、今降ってないけど、またでも雲が怪しいから、もういつでも豪だよ多分これ。そう、いつでも降ってくるよ。もう今梅雨時期だからね。あ、でもこの辺涼しいんだよね、また。うん、うん、大きな声で脅かしてた。知らないよそんなの。脅かしてないもん今日は。そう、不気味だ、不気味だね。だって俺もう眠たいもん。もう眠たいよ、多分このまま布団入ったら寝られるよ。そう、あいつさん来てくれた。そう、あ、こっち見てよこれ、真っ暗だよこれ。これ家あるんだ、あっちに家あんのに。見てよこれ、街灯ねっていう、街灯ねえんだよ、やばくない？爆竹鳴った時の初めて。そんなの見るからいけないじゃん。そんなの見るからいけない。そこでちょっと休憩。はい、あそこの、あそこのね、踏切もなんかね、夜に女性が立ってるらしいですよ、うん、あの踏切。でもあそこの踏切ってあんまりめったに事故ないよね。まああそこないんですよね、うん、まあでもあれかって、うん、近辺になんかあるか。はい、うん、出てくる。そう、なんかあるのかも、うん、寄ってきたんでしょうね多分ね、うん、うん、聞こえる？ケツも忙しいね、こっち行ってる、こっち行ってる。そう、だからこの川で昔あったんで、だからやっぱりね、うん、それが出てくる、うん、だから昔はこんな、ほら江戸時代こんなでかくないと思うよ。もっと小さい、広げたから、これ広げてるから、つい最近広げてるからね、これね、あの洪水になっちゃうから。そう、洪水対策で、そうです、広げてるから。昔はもっとね、浅い川だったんでね、飛ばすね、うん、そのまま当たったらビチャーンって飛んでくるよね多分。うん、同時です。だから重たいんですね、2台やってるから、うん、ほら踏切になってます、見てください、赤くなって。あ、誰か立ってるよ。立ってる、立ってるよ。 どっちかから来るんだ。あっち左だな、いないもん、うん、あっちだな多分、左から来そうだな。不気味じゃない、なんかこの 赤く見える。あ、虫がいる、この野郎。かげるぞお前、アルコール。カメいた、今いた、見えた、どうする。こうやってやった時多分嫌がるんで。あ、来た、こうやって。いや、これ締めるから多分痛いんですよ、痛いんです。ちょっと傷口で締めるもん、アルコールは。近場のあの今顔をあのアルコールかけてこっちに来させないでしょ。アルコールバリア、そう、これかかるとね多分ね染みるんだよ多分。でちょっと傷ついてるとアルコールで染みるじゃん、あれで。アルコール効くと思うよ多分。クモとね、蜂とスズメバチとは効いてるよ、もう間違いなく、やってるから。あとあれも、あの蜂関係は全部じゃん、全部逃げるね、向かってこないね。かけたらこういう風にこう向かってきたら、そのかけたらね、当たったのよ。そのまま U ターンしたからね、こうって U ターンしたよ。よかった、あれとだけさんね。そう、そう、シャーってかけたの、目の前なの、モルかかったから、スーってこう。あ、ヒルも効くよ、ヒル間違いなく話すから。死にはしなかったけど、うん、その後血吸ってたから処刑しました。火炙りの刑で、うん、そうもうそのままこ
アブ、アブ、アブも聞いてたね、うん、アブも聞いてたね、いっぱいだった。一発目はクマスプーでかけてアブ聞いたじゃん。イチコロだったね、ストンと落ちたね。でその後潰したもん、モンキリポンって踏んで体重かけてもうスクラップにしてたよ、アブを。そうそう、チーズワンといてるよ、本当にね、本当に、うん、あ、涼しい、今風が来る、うん、そう、こんな感じでした、皆さん。クマスプレーは効くよ、うん、人間に効きますよ。まあアルコールも人間に 目かけたら絶対効くけどね、間違いに効くけどね、うん、だ一種の合法なんじゃない、あのなんていうの、あのよくいるじゃん、襲ってくるやつとか、あやつに顔面かけてれば多分イチコロだと思うよ、うん、多分失明すると思うよ、うん、まあ、合法な、あの、そうです、あれじゃない、あの一番効率いいパターンじゃない、だから強盗とかにいるじゃん、パーンって顔面かけて目かけてればもうイチコロだから、ああもうイチコロだから、多分目に入ったらもうイチコロだから、多分失明しちゃうから早くしないと。うん、聞くと思う、アルコールはいるじゃん、だから最近俺強盗とか、その瞬間目にかけてやんねん、目に、うん、サングラスかけたら無理だけどね、うん、でもそのままライターがあれば火炎放射器できます。シュッて強盗ですからね、殺されるかもしれないからね、強盗にそんなのないでしょ、情けなんか。うん、そう、虫売買だとね、蚊はね絶対死なないんで、また襲ってくるからね、そうそう、だからやっぱり一番の合法じゃない、普通に俺アルコール消毒できるしってね、うん、そういう持ち方じゃないし、消毒するために持ってるわけ。でもまあ一応防御もできるかなっていう、裏を返せば、うん、そういう裏技もあるよね、対人間も。だから目をかければ多分、目にかければ多分効くと思う、うん、まさに襲われたらね、ありますよ当然。あ、ようさんこんばんはね、もうすぐ終わっちゃうんだけどね、そうそう、うん、はい、こんばんは。もう常に持ってますからね、僕ね。で、ライター持ってるから、それこれかけると火炎放射器ですからね、火炎放射器ですから、火炎放射器ですから、火炎放射器になりますから、火が出ますから、シャーッてファイヤーが、うん、そんな感じでございます、皆さん。あ、お腹張ってるな、いや暑いね、本当に、本当カエルうぜえな、虫寄ってくるよ、ほら寄ってきた、寄ってきた、寄ってきたらちょっとかけてみるか。あ、でもあそこ眩しいな、家だから。逆に家かわいそうだな、これ。大丈夫、そう、ドリスやってんだよ、うるせえから。いる虫、あ、いるな、蚊がいる、ほら、いるいる、いっぱいいる、いる。今見た？回転したぞ。回転。ゲロゲロすごいよ。俺ゲロゲロはその田んぼにいるんだよ。田んぼがいらねえんだよ。だから田んぼが、こんなところの田んぼなんか誰が食うんだよ。自分たちで食うんだろう。また洪水かか。あのこの間ね、巻いて、ま、やってたんです、します？や、稲描いてってまた やられてるんですよ。もう全滅ですからね。あ、またもうやんないんじゃない？今年は。あっちもうやってなかったもんな。もう諦めてたよ、何か。結構お金かかるでしょ、あれだって。かかる、うん、そう、台風来ちゃってもう、あの、もう流れちゃったから、全部稲が全部流れちゃったから、もう終わりだよ。また買わなきゃいけないじゃん。で、またなる可能性があるじゃん。だからもう駆け引きなんじゃない、だからそういう、うん、ね、そう、迷惑だよね。だ、もうなんていうの、昔ながらの土地持ってる人だからな。だからそういうとこに家を建てたのがいけないんで、まず安いからですね。それも、あの、やっぱり買った人もいけないんだよ。田んぼがあるとこに家なんか買っちゃいけないんだから、こうなるんだから。米不足だから多分米上がると思うよ、おそらくこの今回ので。でもおそらく北陸とか、あの、新潟とかがね、多いじゃん、有名なのが。ほら、カエルうるさい。おっと。
ほら、また巻いたんだこれ。本当だ。また巻いてるよここ。これほら前列。この間巻いたんだよほら。巻いたけど、まあ、寄っちゃってるじゃんほら。ね。ここはもうやめたんじゃないだから。あそこだけだ。うん。あそこだけ巻いたんだよまた。ほらもうこうやったんだけど、ほらもうこの間ので流れちゃって。うん、あそこだけやったんだよ、ほら。もう諦めたんだよ、ここは。うん。ここもない。うん、ここもやんないよ、多分。巻いてるから。ほら、巻いたんだけど、残念ながら。ね。はい、お疲れ様でした。皆さん、また次回よろしくお願いしますね。一応今度火曜日、また1時間ぐらいだと思うんですけどね、やれたらということでね。はい、ありがとうございました。では失礼します。おやすみなさい。またよろしくお願いします。